武田神社は、静岡県沼津市戸田にある神社、当地の氏神であり、式内社である。豚神、豚座神、下手の明神等と称されたうぶすな神で、古くは、聖徳太子を祀った大使信仰の大将であったが、21世紀現在は、主祭神としては、大国主命を祀る。創建不詳、演技式神名庁に記される、式内社、豚神社であり、 千年以上の歴史を持つ。三浜三崎の諸口神社が、海側から戸田を守護するのに対し、山の手側から守護する氏神であるとされ、江戸時代の終わり頃には、三島明神とも称された。伊豆国神会長には、四人以上、下手の明神と記載される。西伊豆地方の総鎮守と位置づけ、福の神、また、農業漁業や、商売の守護として信仰されたという。 南隣に所在する妙法蓮華寺も、この武殿神社の別当であったと伝わる。1596年から1823年に、かけての10枚の胸札が現存し、少なくとも10回の再建修理が行われたことが明らかとなっている。中でも1817年の胸札には、名主の活漁家をはじめ信仰の海鮮トンやら大勢の世話人の名が記されており、 戸田村が繁栄した時期の再建であったことが読み取れる。戸田の谷のほぼ中央に位置する。社記によれば面積は424坪。ヒノキ、イヌマキ、エノキなどの巨木が複数自生し、中でも特徴的なコブを持つクスノキの巨木数本が沼津市により天然記念物に指定されている。霊災日は旧暦では9月9日及び10日であったが、 改歴に伴い10月9日10日となり、近年は10月の日曜日に変更された。18の区が臨番制で、祭礼行事を担うが、うじこの少ない区は、共同で当番に当たり、14年で一回りする。主な当番区の役割に締め縄作りと、祭日当日の余興がある。春に、漁業界が行う弁天の祭礼に比べると、昔から、控えめの祭礼行事であり、 かぐらやだしが出るような祭礼ではない。しめ縄は、鳥居、廃殿神殿内にかける長さ3.8メートルの大しめ縄3本と、中根者にかける2.5メートルの中しめ縄1本、小宮、舞台、水屋にかける1.7メートルの小締め縄4本を、毎年調整する。余興は、舞台で行うもので、青年団が活発に活動した20世紀には、 境内の長屋が舞台となり、支部ごとに青年が出し物を競ったり、芸人を雇って芸を披露させた。かつては沼津から露天商が来て境内に出展し、周り舞台もあったという。21世紀にはそれら外からの出展は控えられ、地元商工会や婦人会による出展や歌、出し物が披露されている。小ぶつけを奥す手前の一本が親木とされる。戸田港から、 東に約500メートル、静岡県道18号朱善寺と田線からわずかに南に位置し、港の方角を向いて鎮座する。ありがとうございます。